どうもフラブルだっちゃねー、うん、犬が誤飲した時の対処法、うんうんうん、犬っちゅうのは誤飲します、10年飼ってれば1回ぐらい必ず誤飲をするわけでございます。そんな愛犬が誤飲を10年に一度、まさに1万分の1、万が一何かを飲み込んで、かつそれが喉に詰まってしまったと、そんな時に飼い主さんが正しい行動を取れないと愛犬その時亡くなってしまいます。今日は皆さんにこの動画を1回だけ全部見てもらえれば、困った時に愛犬のことを助けられますので、必ず今日の動画最後まで見て、頭の片隅に入れといてみてください。それでいってみよう。飲んじゃいけないものを飲み込んで息が止まった時で、実際に息止めるわけにいかないんで僕が実演します。まず何かカプッといっちゃったと、で当然胃まで落ちてくれれば呼吸は確保されます、なのでまた別の問題、今日はここに詰まってカッって喉が詰まった時のお話でございます、人間だったらだよね。犬はこうなんないです、意外と。犬こういう時どうなるかっていうと、あ、手で読んだです。犬は大体こうなります、喉を詰まって息ができなくなると。ちょっと人間とは違うんだよね。だからこれを知らないと、パッて見た時に詰まってるの分かんなくて、パッて見て苦しそうにしてた時に詰まってると一見思わない、この辺なんかってやってるだけだから、人間と微妙に違うんだよね。だからそうなった時に、なんか飲んじゃったのかも、からが今日大事でございます。まずね、これ大事なんで先に言っときますけど、速攻病院、これ大事なんだけども、応急処置としてできることを今日は皆様に実演していこうと思います、シビックどんぶり丸でございます、誤飲しそうですね、一番しそうですね、我が家だと、で今やっちゃったと、さっきみたいにカーってなってたとした時に、まず異物を取りたいんですよね、指で入れて取る、これがなかなかできない、まあどこに詰まってるかに、人間と一緒で上の方に詰まってれば手が届く可能性がある、でもここに詰まっちゃったら絶対手届かない、でまずはやっぱり見てみてもいいよ、指グワーって入れて、口ガーって開けて、指ガーって入れて、届くかなーってやってみてもいい、でもこれほとんどの場合詰まった時って届かないところで詰まってます、なんで指が届くんだったら思いっきりガッて引っ張り出しちゃっていいけども、で無理にやると気道傷ついたりするけども、お構いなしです、呼吸確保が先決なので、届くで取れるだったら取ってもいい、でも大体取れない、で取れないと仮定して犬を四つん這い、手だね、脇の下から、後ろから脇の下に手を通す、で顎のあたりこうやって押さえます、ね、こうやって押さえる、これ難しくない、後ろから脇通して下から顔を押さえるだけ、で肩甲骨っていうのがあるんだよ、ここに、まあ分かるよね、まあ、背中の猫背のあたりです、この辺を叩く、で手でこうやってパンパン叩いてもそんなに力が入るんです、これそこそこ思いっきり叩かないとダメ、それこそここの骨骨折してもいいぐらい思いっきり叩かないとダメです、よく人間の人工呼吸とかであばらが折れるぐらい押してくださいって言うんですけど、そのぐらい力入れないとこういう時って助かんない、ここを小手です、パーじゃダメ、小手1点、この一番力が入るところ、ここね、小手の部分、ね、手猫にして思いっきりバン、このぐらいっていいです、バンバンバンと言ってください、でこれなんで手回してるかっていうと、力が逃げちゃうの、叩いた時にね、ヘドバンで、これでバンってやると犬ペシャンってなっちゃうから、あとは頭もね、ガクンってなっちゃうから思い切り叩くから、だから頭とこう下にペチャンってなんないように押さえてバンバンバンです、で怖いこの時にこの時にスポーンって出てきてくれればいい、バンって出てきてくれればいいですけど、これで出てくる
ケースっていうのもあんまりないです、うん、一般人の人がよくやりがちなのが逆さまにして逆立ちさせて背中叩いたりとかね、うん、それじゃダメ、ちゃんと押さえて力逃げないようにして上から掌底でこの肩甲骨の猫背のところね、うん、犬で猫背でちょっとややこしいんだけど、ここ思いっきり5回ぐらいぶったたいてみて、もう見て出てこないんだったらもうこれ以上やんない、意味ないから、5回ぐらい叩いて出ないんだったら諦める。もう一個、なんちゃらかんちゃら法って言うんだけど、ハイムリック法かな。おお、さすが医学部卒ですね。人間と一緒ですね。これ人間と一緒です。ハイムリック法ですね。はい。あ、さすが。偉大では違うね。横文字忘れないもんね。俺一文字も出なかったよ。その必殺技をやる。奥義です。溝落ちです。犬も溝落ちあるの。肋骨が、あばらがあって、お腹プニプニで、ここあばらだね。わかるよね。これ誰でも触ればわかる。で、ここに溝落ちがあります。人間と同じところです。あばらがあって、溝落ちがある。ここに手グーです。手グーにして溝落ちに当てる。で、当てて、要はここを思いっきり圧迫したいんだけども、うん、この時に当たり前なんだけど仰向けに寝かしてこうやって押したりとかしても意味ないです、うん、犬が異物を吐かなきゃいけないんで仰向けじゃダメなんですね。そう、必ず下を向かせた状態で、さっきみたいにこうやって状態を起こしてもまあ別に間違ってはないんだけども、犬なんでできればこの四つん這いのまんまの方が吐きやすい、一番吐きやすい体勢ってこうだから、うん、今吐きそうな体勢です吐きそうになっちゃった、うん、吐きそうな気持ち悪い、そんな気がしてきちゃった、うん、でこうして四つん這い、うん、で溝落ちのとこにこうやってグーにして手を当てる、うん、でこのまんま、まあどこを押さえたりとかどうしても、まあ、圧迫できれば何でもいいんだけども、犬が逃げないように押さえて、でこうやって引っ張っちゃうとさっきと一緒で力が上に逃げちゃって、うん、犬が浮いちゃうんで自分のお腹でこうやって押さえる、うん、犬をしっかり上に上がらないように押さえて、このまんま溝落ちのところをグッグッって両手で上げてください。グッグッと上げるとそれでバーって出てくる可能性があります、うん、これが、軌道が塞がってしまった時の犬への、緊急処置でございます、うん、これやっても基本は出ないです、うんうん、なんで、冒頭でもちらっとお話ししましたけども、やばい、なんか飲んじゃった、息してないっぽい、止まってるっぽい、口の中手入れて、うん、どう取れる、取れない、この間フレブルブリーダーチャンネルで言ってた、ここを、どうなるんだっけ、こうして、で、小手でバンバン、3、4、5、出てこない。なんだっけ、なんかメランコリックみたいな、なんだっけ、なんだっけ、フランシスコみたいな名前の、おー、なんでもいいから、なんでもいいから、あれだろ、溝落ちのやつだろって、あ、そう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 、こうして、こうして、持ち上げちゃダメ、四つん這いにして、んで、こうして、グーグーグーなんてやってたら、うん、間に合わないです。ね、ありがちな感じですね、はい、これこんなやってたら間に合わないんで基本的にはあって思ったらもう抱えて車、うんね、これがもう絶対最優先、抱えて車乗って、で車乗りながら、電話、病院電話して、カッカクシカジカ息止まってます、すぐに行きます、かかりつけの病院に電話してすぐに向かう、で向かってる道中でもしね、1人じゃなかったら、もう1人の人に車で今のをやってもらう、これはめちゃめちゃあり、うんうん、っていうかやった方がいい絶対、うん、でも1人暮らしでとかね、その時1人しかいなくてって言うんだったら、もうこんなこと家でやってる暇があったらさっさと病院行っちゃった方がいいです。ただ病院に持ってくよね、うん、って息止まってる犬持ってっても基本は1回今のやります、うん、でも一通り今の病院でもおそらくやります、うん、大体の動物に病院で、犬は呼吸停止してから10分以上経っちゃうとほぼほぼ助かんない、助かったとしても脳に障害が残っちゃったりとかすることが多い、なのであって思ってから10分以内に、はあ、助かったってなんなきゃいけない、うん、相当スピード要求される、深夜とかでやってないんだったら、あ、24時間救急動物病院とかググってたらもう終わりよ、うん、
もう必ず携帯に入れとく。でそこまで30分1時間かかっちゃ意味ないからね。さっき言った通り10分以内ですから、うん、かかりつけの病院だけじゃなくて近くの深夜見てくれそうな病院何件か確保しとく。でかかりつけの病院しかないんだったらもうそこ行く。深夜で病院閉まってるんだったらピンポン押してみる。ピンポンしても出てきてくんないんだったら申し訳ないって思いながら玄関コンコンコンね。動物病院って自宅兼職場になってる人がほとんどだから、うん、まあ病院閉まってても基本はちゃんと聞いてる。ちゃんと聞いてんのよ。そう、基本的には家にはいる、ね、だからもうほんと恥を忍んで玄関叩こう。まあ渋々出てきてくれる、したら間に合う、うんうん、だから本当に一生に一回あります、うん、犬10年20年飼ってたら一回ぐらいそういうことってあるんですよ。どんなに気をつけててもあるの、うん、ね。絶対こんなとこ普段登んないよシビック。でも10年20年飼ってると1回だけ登る時がある、うん、しかも別にここにおやつがあったりとか新しいおもちゃがあったわけじゃないのに、うん、なんで今日に限ってこんなとこ登ったのっていうことがある、うん、たまたまその時に目を離しちゃっててプレステのコントローラーを食べちゃったとかね、うんうん、そういう時に誤飲するんです、うん、だから人間と一緒に生活している以上は全部は防げないです、うん。僕もブリーダーやってて一般のご家庭よりは細心の注意払ってるけども、それでも避けられないことって人間の家に住んでいる以上は絶対にあります、うん、そういう時にもちろんそういうことがないようにするのも大事だけども、そういう時にちゃんと処置できるかどうかっていうのが命の分かれ道、うん、だから今日言った、3つの方法、指入れたりね、叩いてみたりとか、メランコリックスーパーフランシスコ法みたいなねあれをやってもいい。強なんだっけハイムリック法ですね。ハイムリック法ね。ハイムリック法オーダー法。ハイムリック法ですね。ハイムリック法、うん、ね、それを覚えておく。まず最優先大事なのは何回も言うけど、とにかく病院直行、うんうん、でもっと大事なのは直行して見てくれる先生との関係性を構築しておくことと、そういう病院の確保、うん、ね、それももちろん超大事なんだけども、自分でできることっていうのもあるから、うん、愛犬がもしそうなった時に焦らないように。なんかおかしくなっちゃったのシビックパパがさ変なんだよね、シビックね。変なになっちゃった、うん、そうそうそう、なんかパパがおかしいと思って、うんね、不安そうな顔しちゃって、耳もなくなっちゃったよね、本当にたった一回その時ちゃんと処置して愛犬のこと守れたら、そっからまた5年10年生きてくれるから、うん、愛犬が長生きしてくれるように、そしてその時に焦らないように、今日の動画2回も3回も見てありがとうって思ったら高評価ボタンを押してありがとうってコメントして帰ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。すごい顔してたし偉いね、あんた何でもしゃ受け入れてさ、かわいいね。実験台にされてさ、強かった。強くやってないよ。なんか容赦が変、うん、いつもと違うことされたから困ってたのか、うん、なんか可愛いね。